ぞみちゃん、あの人ってもしかして。私たちに死人を動かす力なんてないわ。暗示で操っているだけ。単なるくぐっつよ。ケイ、あの鏡を割れば御影も消えるわ。でもそれじゃあのぞみちゃんも。力を止められてしまったから、どのみち私は消えるほかないのよ。その鏡を思いっきり地面に叩きつけなさい。叩きつけてはいけない。わざわざニエの血を引く娘を両月の前まで連れてきてくださってありがとうございます。それでは。させない。残り少ない力なのに、なぜ無意なことに使うのですか。何をしようと消えてしまうのに、何に使えば有意義なのかしら。
私が抑えていられる間に。でも、あなた、何を泣いているの？だって…あなたはよくやったわ。褒めてあげる。だって…どうして私みたいな鬼のために泣いたりできるの？出会ったばかりで、あなたを傷つけた鬼でしかない。私のために。
ではないのよ。あの両月は幼い頃からずっと呪いの文言を吐き続けてきたものだし、あの鏡自体がもともと呪物であったものだし、それに代わるような都合のいいものなんてそうそう落ちていたりするものではないでしょう。それじゃあ、ケイ。星の光は遠い昔のもの、寒い空飛び続け、長い道のり越えてたどり着いた私たちの先達。月が傾き夜が幕を引いて、日に霞むこの道はどこまで続いているのだろう。今もまた明日に向かって、太陽が昇る場所へ、あなたと二人で行きたい。光の差し込む から。ケイ、ケイってば、あれは一体何なのよ。
電話。もうのぞみちゃん、話しかけるときは鈴を鳴らすか電話って言ってよ。いう道具を使うふりなんてしなくてもいいじゃないの。そんな普通の人にはのぞみちゃんの姿は見えないんだから、私が独り言言いながら歩いてるみたいで恥ずかしいよ。私は恥ずかしくないもの。私が恥かくと。どうしてあなたはいつもそうなの？私に恥をかかせないでちょうだいとか言うくせに。それはそれ、これはこれだもの。だいたいあなたがわきまえていれば済む問題でしょ。話したいときはそれを鳴らせばいいんでしょ。保存するけどいいよね。